田中智美は、日本女子の元陸上競技選手。専門種目は長距離走、マラソン。主な実績に、2016年、リオデジャネイロオリンピック女子マラソン日本代表、2014年、横浜国際女子マラソン優勝、2016年名古屋、ウィメンズマラソン2位など。1988年1月25日、千葉県成田市出身。玉作り幼稚園。 成田市立成田小学校を経る。本人は走ることが苦手と自認していたが、周囲では小さい時からかけっこが早かったとの評判だった。成田市、ロードレース大会で小学校5年、小学校6年と優勝し、頭角を表した。成田小学校時代の同級生に、サッカー選手の船山隆行2年後輩に、プロ野球選手の唐川優己がいる。 その後、成田市立成田中学校、千葉英和高等学校に進学するも、県大会出場がやっとで、全国高等学校駅伝競争大会はおろか、インターハイなどの全国大会の出場はなかった。高校卒業後は、玉川大学に進学。当初は、教師志望だったが、陸上競技も続けたかったため、半ば門前払いを受けながらも陸上部に入部。大学時代も、 全国大会での出場経験はなかったが、ここで勝負感を養った。そうした田中の走りに注目した第一生命保険、山下幸子監督の勧誘を受けて、2010年に大学卒業後、第一生命に入社。入社後は、同僚の尾崎義美の練習相手として、実力を着実に上げた。そして、2011年の、 第31回全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会でアンカーを務め、第1生命の9年ぶり2度目の優勝に貢献した。翌2012年には全日本実業団ハーフマラソンで、自身初の全国大会優勝を飾った。2014年の第34回全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会では5区で5人抜きの改装を見せ、 区間2位と好成績を残した。2015年現在は第1生命のキャプテンを務めている。マラソンを始めたきっかけは2000年シドニーオリンピックの女子マラソン種目で高橋直子が日本女子陸上界において史上初の金メダルを獲得したことである。尾崎義美にも触発され2014年3月9日に開催された名古屋ウィメンズマラソンで フルマラソンデビューを果たした。そして、いきなり2時間26分05秒のタイムで4位に入賞した。この大会での実績が認められ、野口瑞希や福士海横も参加している、ナショナルチームの練習に初招集された。マラソン2戦目となる、世界陸上北京大会の女子マラソン日本代表選考も兼ねた。 2014年11月16日の横浜国際女子マラソンでは、レース前半で先頭集団から一旦離れるも、その後2 0トル付近で集団に追いついた。ゴール手前の4 0トル付近からは、フィレスオンゴリとデッドヒートを繰り広げ、ラスト3 0 0ルでオンゴリ選手を突き放し、2時間26分57秒と、 タイムは平凡ながらも初のフルマラソンに優勝を果たした。さらに国内選考レースでは唯一の日本人優勝を果たしたことで世界陸上選手権の女子マラソン代表入りは濃厚と報道されていた。しかし2015年3月11日日本陸上競技連盟が発表した世界陸上女子マラソンの最後の3枠目の座は大阪国際女子マラソンで日本人トップの2位で 田中より18秒先着だった、重友理沙に決まったため、田中は、世界陸上の座を逃してしまった。なお、1983年に、第1回世界陸上競技選手権が開催されて、以降、マラソン国内選考会において優勝しながら、世界陸上のマラソン、日本代表から落選したのは、2015年現在、田中智美一人だけである。 2015年9月27日のベルリンマラソン、女子の部は2時間28分ちょうどで、日本人トップの8位に入る。その後、同年12月の第35回全日本実業団対抗女子駅伝、等にも出場せず、大好物のビールも一切立ち、オーストラリアニュージーランドなどで約70日間の海外合宿を行っていた。2016年8月開催予定の、 リオデジャネイロオリンピック女子マラソン代表最終、選考会を兼ねた、同年3月13日の名古屋ウィメンズマラソンでは、終始戦闘集団に加わった。30km で、ペースアップした、同大会2連覇のユニスジェプキルイキルワを、田中和人が追ったものの、33km 過ぎで、遅れ始める。その後キロメートル手前で、小原玲が田中に追いついてからは、 ゴール地点の名古屋ドームまで壮絶なデッドヒートを繰り広げたが、残り100メートルで、田中がラストスパートで突き放し、3位の大原とはわずか1秒差の2時間23分19秒で、自己記録更新、日本選手トップの2位となり、念願のリオゴリン女子マラソン日本代表選出をほぼ確実にした。それから4日後の3月17日、念願のリオゴリン女子マラソン。 日本代表へ正式に選出された。2016年8月21日、期待されたリオ五輪女子マラソン本番だったが、1 6トル付近は先頭集団から遅れて第2集団に待機。2 5トル過ぎで福祉会横を一旦追い越し日本人首位に立つも、レース終盤福祉に追い抜かされる。結局日本人2番手の19位に終わり、 前回ロンドン五輪女子マラソン代表の大崎、吉見同様に8位入賞も遠く及ばなかった。リオ五輪後の田中は体重増による調整不足や度重なる怪我の影響などで公式レースから遠ざかっていたが約1年半が経過した2018年3月18日の松江レディースハーフマラソンに出場し1時間11分39秒で優勝した。 そしてリオ五輪から2年半振りのフルとなる2019年1月27日開催の大阪国際女子マラソンへ出走を決意する。だが、レース序盤の 5km 過ぎで早々、戦闘集団から遅れ始め、結局見せ場はほとんど作れないまま2時間29分台の7位に終わる。マラソングランドチャンピオンシップ出場権獲得も果たせずゴール後の田中は、 感想はできたけど、私を声援する方々の期待に応えられなかったと悔し涙を流していた。結果的にこの大阪国際女子が田中の現役最後のフルマラソンとなった。2019年11月24日の第39回全日本実業団対抗女子駅伝大会ではアンカーロックに出走し21分50秒の区間10位だった。 その大会終了の後、翌2020年2月9日開催の全日本、実業団ハーフマラソンを最後に、現役引退することを表明。田中は、故障が重なり思うように走れず、今年の7月頃に引退を決断した。今は、やりきったという感じがある。弱い選手だったが、オリンピックに出たいと思いつつ、成長すると、山下監督を信じ続けてこられた。 第一生命の応援団に支えられてありがたかったと、すがすがしい表情でコメントした。その現役ラストランとなった全日本実業団ハーフマラソン女子の部では1時間11分47秒の18位で完走を果たす。レース後の田中は所属先第一生命の関係者や親族らに対して想像以上にたくさんの方々が応援に来ていただいて、 とても幸せな2 1トルだった。第一生命に入社して、頑張ってきてよかったと感謝の言葉を述べ、涙ぐみながら挨拶。監督の山下幸子は、とても難しい引退レースで、最後まで立派に走ってくれたと、相弟子を称え、チームメイトと共に花束を贈呈していた。田中智美が、世界陸上北京大会、女子マラソン。 日本代表から落選した理由について、日本陸連は田中がレース前半にハイペースの戦闘集団を追わなかったことを消極的だと判断し、茂友選手については前半から積極的にレースをした。また横浜での出場選手のレベルは名古屋や大阪よりも劣っていた。前田綾瀬と伊藤舞、茂友理沙は日本陸連が定めた。 派遣設定記録の2時間22分30秒を目指す走りだった。後ろからペースを上げての2時間22.23分台なら評価するがと説明した。その記者会見の席で、ロサンゼルス五輪女子マラソン日本代表、スポーツジャーナリストの増田明美は、なぜ同じ26分台で大阪で3位だった、茂友さんなんでしょうか。茂友さんは確かに復調の兆しがあったが、 後半5キロの失速を見ると、まだまだのように見えた。優勝した田中さんには圧倒的な強さがあったと思う。これで本当に良いのでしょうか。主ゲとさんの選考はすごく主観が入っているということですよね。と、日本陸連関係者に猛抗議する一幕もあった。田中の所属する第一生命の山下幸子監督も田中友美が世界で戦うには力不足なのは 謙虚に受け止めねばと思いますが、今回の選考理由はまだ受け入れられません。記録も18秒しか変わらないのに。田中自身もショックを受けていると、悔しさをあらわにした。また、十種競技の日本男子元チャンピオンタレントの竹井、そうも、ツイッターやフェイスブックで、一発選考じゃないから、不公平が起きる。今回の場合、名古屋ウィメンズマラソンで強くて早かった。 前田綾里一人だけ内定にして、後の上位選手は決め手がないんだから、全員補欠で、ナショナルチーム入り。で、ナショナルチーム内で、大会2ヶ月前に、最終選考一発勝負すりゃいいと思うと、コメントするなど、意義が上がった。世界陸上男子マラソンで4回日本、代表選出の公務員ランナー、川内優希は、優勝して選ばれないというのはどうなんでしょうか 他に優勝した選手がいるのならわかりますけど、茂友さんはトップに3分以上つけられたのに、笑ってゴールしたのも気になりました。ただ選ばれたことに、茂友さんは何も悪くないし、罪はないですよ、と田中と茂友をお気遣いつつも、日本陸連の選出方法に疑問を呈していた。さらに、今回世界陸上平均大会、男子マラソンに初選出の今井正人は、 男女とも三人目は誰になるのか微妙なのかな、と思っていましたと語り、優勝した選手が選ばれないことに驚いたと尋ねると、そうですねと答えている。そして2000年シドニー五輪女子マラソン発射、2001年女子マラソン世界記録達成者で、現在日本陸連の理事を務める高橋直子は、田中さんが有利だと思っていた。陸連に直接意見を言ったが、 返答は代表発表会見と同じ感じで、憤慨した選ばれた側の重友さんも苦しいはず。勝っても負けても選手が前を向けるようにしなければ、理事を辞めることも考えたが、中にいないとできないことがある。今後も選手たちを守っていきたいと、と述べていた。だが、田中は、この無念の思いを糧手にして、翌2016年3月の名古屋ウィメンズマラソンでは、 日本人トップの2位に入り、同年8月のリオ五輪女子マラソン日本代表入りを果たす。それでも、その記者会見の席で田中は当事者として、リオ五輪では前年8月の世界陸上北京大会で入賞者の伊藤舞が先に五輪即内定となった件に関し、伊藤さんがどうとかではないですが、このままでは日本人同士の争いになってしまう。 世界に向かないといけないのに、入賞を目指すだけではと感じていますと意を決したような表情で試験を述べた。その上で、山下監督も、今思っても一年前のことは納得していない。誰もが同意する説明の仕方を、当事者にできるように気をつけてほしいと、改めて、日本陸連に対し注文をつけ、さらに五輪男女マラソン代表3枠に対し、先行レースが4つもある。 選考方法に一発選考が良いかはっきり言えないところもありますが少なくとも分母と分身は合わせるか分母を少なくするかはできるはず等と提言しているしかしリオボリン本番では田中を含め男女マラソン日本代表を6人すべてがメダル及び8位入賞も届かなかった特に女子マラソン日本代表は3大会連続してメダル入賞を逃す不振に 日本陸連は、マラソン選考について大幅な見直しを検討。リオ五輪後の2016年11月2日、山下幸子監督は、日本陸連ナショナルチーム、女子強化コーチに就任する。翌2017年4月18日、日本陸連は2020年東京オリンピック、男女マラソン日本代表選考の詳細方針を発表し、さらに同年8月23日には、 当選公共議会の正式名称をマラソングランドチャンピオンシップと公表した。ありがとうございます。